大谷が165キロを出した時のネットの反応。3番 DH デスタメン出場していた大谷翔平が投手として9回から登板した。大谷は3番投手となり9回のマウンドへ。場内に名前がアナウンスされると満員の観衆から大歓声が上がった。最初のバッター松田に対しての3球目では自己最速に並ぶ164キロをマークした。そして2人目の吉村に対し低めの速球で自己新となる165キロをマーク。場内をどよめかせた。すごい、化け物、わけがわからないよ、もう驚き疲れたわ。もしかして札幌のガン甘いかもしれん。いよいよパワプロになってきた。151キロのフォークの方がやばい。二刀流本物やったな。おいおい世界一かよ。プロレベルならカットくらい余裕でできる。チートやめろ、これ頭部に当たったらどうなるの。世界を見ろ、チャットマンのような大谷より上はいる。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。